ました。いや、ここどこですか？また暑いですけども。ここはですね、じゃん、木更津駅です。見えますか？人いないじゃないですか。うん。人がいないところで、神社行こうかなって思って。じゃあ、とりあえず飯食いに行きませんか？あ、食べたいです、ね、お腹すきました。でもご飯屋さんとかなくないですか？そう、全然ないんですよ。じゃあここで、ここ？ここやってるんですか？こんにちは。撮りますか？こんにちは。はい、すみません。いらっしゃいませ。あ、素敵。座れる？大丈夫ですよ。ご家族の方ですか？そうです。お手伝いです。お手伝い。私が。はい。お願いします。胡椒を入れて。胡椒を入れて。味の素嫌って人もいるけど、入れちゃった。はい、味の素大丈夫ですよ。大丈夫。イカです。あんた知らないでしょ、これ切りイカ。へー、うん、若い人は分かんないよね。これおつまみで食べるイカとは違うんですか？違う、これはみんなこうやってやるね。食べてもいいけど、でも大体お好み焼きの。へー、うん、そうなの。これがイカなんだ。でもすごいイカのいい匂いがする。はい、はっ、あ、いいよ、うまくいったじゃん。大丈夫よ。50年前からお好み焼きやってたんですか？そうよ、私がね、自分のお好み焼きが好きだったの。うわ、かっこいい。じゃあ、やけどするよ。やってくださいよ。お母さんもこういう格好してみたいと思います？私？うん、若い時ならそうだけど、今あんたはもうあの世が待ってるのに。何言ってるんですか。お母さん今いくつですか？80よ。80歳、うん、元気ですね。元気、まあでもね、80歳になったからね、お店はね、やめようかななんて思ったのよ、うん、でもうちの友達がみんな来てね、やっぱりこうやってね、うん、いるとこ来るとこないと寂しいからやってて、多分あの子はまだ若いからさ、うん、姉妹ですか？うん、あの子はまあまあ娘のようなもんだね、うん、親戚の子だけどさ、うん、で結婚、こんなこと喋って怒られるかもしれない、結婚して、ね、子供ができなかったから別れちゃったのね。男の人が子供が大好きでさ、うん、ちょっと行きましょう。はい、出ました。鳥居くぐるとき真ん中通っちゃいけないんですよ。端を通れってことですか？そうです。真ん中は、うん、神様が通る道なんですって。よし、お賽銭。はい、ほらほらほら、亀がいっぱいいるんだ。そこにもちっちゃいの泳いでるし、向こうで2匹首をめっちゃ長くして、3匹だ。めっちゃ首長い。じゃあ行きましょう。行きましょうか。あれ、ロケバスどこ行っちゃったんですか？ちょっともうバスが、ロケバスがもう出ちゃったみたいですね。出ちゃったって何ですか？別な、ここから2駅ぐらい先のところに行ってるみたいなんで。でも電車で行きましょう。電車で行きましょう。え、待ってください、この格好で電車乗るんですか？当然当然ですよ。おじさんハンと笑ってますよ今。もし乗れるんだったら電車に乗りたいです。乗りたいです。乗れる？乗れない。え、こちらで時間把握までしてないので、はい、ちょっとバス停行って確認してもらうしかないです。わかりました、ありがとうございます。はい、はい、タクシーで。タクシーで。いや、なに、ロケバスに置いていかれ、電車に乗ろうと思ったらあと1時間なく
父さん、ゴスロリって知ってます？え？ゴスロリって聞いたことあります？いやー、聞いたことねえな。木更津には似合わないと思う、ね、そうかもしれない。いや、木更津にようで結構あれいるよ、そういう人。え、ゴスロリファッションですか？うん、寒月の周り。寒月の周り、うん、なんで寒月って？寒月って、今東京ベイホテルになったけどね、はい、あの前はカンゲスって有名なホテルだったんだ、はい、何があったんですか？ホテルだって、カンゲス、カンゲスホテル。なんでカンゲスホテルの周りにこういう子がいっぱいいたんですか？だから、飲み屋がいっぱいあるんだ。スナックとかよ。うん、でもそれキャバクラ長的なのと私間違えられてますかね？キャバクラ組いるよ、あったあるよ、あそこには。あー、多分お父さんが、そっか、お父さんからしたら一緒なのかな。これ行き止まりっすかね。人通ってない証拠じゃないですか。